どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さん自宅待機してますか？外行って今はちょっとね、おとなしく家でおとなしくしておく時期ですから、そんな時だからこそ家でできる YouTube でウクレレでどんどん楽しい音楽しちゃいましょう。今日のテーマはねすごくいいですよ。そういう風に家にいなきゃいけない時、やっぱ体動かさなきゃいけない、ラジオ体操とかした方がいいです。でラジオ体操かと思っていたところに来て、あのラジオ体操の歌じゃないんですけど、あの曲です。新しい朝が来た、あのテーマ、これだったらいいぞということで、今日その曲、ラジオ体操の歌、こちらの曲をこのウクレレで超簡単アレンジでやってみようと思います。それでね、やっぱりこれ、それでの2バージョンやる。普通の超シンプル定番のか、まあ、簡単バージョンこそがそのままなんですけど、かっこいいバージョンのアレンジもちょっとね、ご案内しようと思うんですけど、まさにだからね、こういう時期、この音楽楽しんでもらう。まあ、せっかく自宅待機、その時間を有効利用して、どんどんなんか自分のね、こう、簡単なっていうか、資産になるようなこと、こういう音楽の演奏とかね、ぜひよろしくお願いします。みんな、やってる方はね、やってない方にこれいいよって教えてあげてください。このリンク先おすすめです。これビギナーの初心者の方がここ見てるだけでどんどんウクレレできるというページですんで、このリンク行ってみてください。またはシェアお願いします。いってらっしゃい、クリック。はい、いってらっしゃい。そこにはすでにね、もうね、私のガズレレレッスン動画が1100曲以上はもうあります。ありとあらゆるジャンルがある。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏祭、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、何でもかんでもやってますからね。ラジオ体操の曲まであるわけですから。はい。皆さん、こうやってどんどんシェアしていきましょう。はい。で、最初のシンプル簡単バージョンは本当初心者でもできるやつで、で、後半はね、ちょっとアイデアがあって、ゆるゆるアレンジということでやってみようと思います。まずはね、最初、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ラジオ体操の歌。それを一回弾いてからラジオ体操とかしましょう。はい、それではやってみます。せーの、3、はい。タンタンタタンダラダラダンタンタタンダラダラダンタンタタンタンタン、はい。新しい朝が来た、希望の朝だ、喜び胸を開け、青空青上、ラジオの声に健やかな胸を、この香る風に開け、それ1 2 3、ダンダダンダンダン、1 2 3、新しい空のもと輝く緑、爽やかに手足伸ばせ、土踏みしめよう、ラジオとともに健やかな手足、この広い土に伸ばせよ、それ1 2 3、デゲダンタンタタン、デレデレデンタンタタンタンタン、せーの、ジャガジャン。はい、ラジオ体操の歌、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。案外これね、奥が4つ弾きがいいんですよ。これ8ビットとかにしない方がね、結構よくって、いろいろやってみたんですけど、この4つ弾きで十分楽しめる。だけど動画の中でもテロップ出てたでしょ。ダータータとかキメとか、そういうのはちょっとそれぞれ各々工夫してやってみてください。で、今のフルコーラスです。2番まであってね。で、動画のテロップと一緒にやるのもいいんですけど、やっぱりノートに書いて、自分で紙に書いて、それを見て自分だけで演奏するのが、やっぱり能力を伸ばす秘訣でございます。その時の参考になるようにガズのノートを見てください。イントロ、タッタッタッタラダラダッタッタッタラダッタッタ、はい、このタッタッタ止めたりしてましたね。そんなとこテロップとこれちょっと照らし合わせながらやってください。ここ一時停止でメモっといてください。はい。いいですか？ちょっとわかりづらいという方は動画のテロップ一時停止してもいいかもしれない。ここ感想が入って、ここから2番、同じコード進行で歌詞が変わるというパターンでございます。
最後の最後またイントロのフレーズに戻って終わったというガズレレ、オリジナルアレンジなんですけど、あ、オリジナルでこれ原曲通りですよ。出てくるコード3つだもん。これは嬉しい。 C と F と G7、まあ、超絶入門コードです。これはこれはもう説明する、もう、ほんとさっきの初心者レッスンはここというところで一番最初に覚えるコードですからね。もう一回一応貼っとこう、ここ。ここ見たらもうこのコードできるようになりますから。お願いいたします。コード3つです。やったよー。で、ここさ、8ビートのチャって書いてあるんだけど、8ビートじゃない方がね、いいなってことなんですけど、ちょっと、はい。で、これ今シンプル感じ、もうこれで、変な話。完璧。100% です。この4つ引きで、新しい。これでもバッチリなんですけど、ちょっとね、まあ、これだけで終わらないのがガズレレでございます。やっぱりいろんな雰囲気の曲の弾き方があっていいかなと思って、ちょっと緩い感じのイズのサモエオーバーザレインボーみたいな弾き方したらかっこいいかなと思って、ちょっとやってみます。リズムこんな感じ。新しい朝が、こんな感じでやってみようと思うんです。これいいでしょ、この緩いやつ。8ビートなんですけど、アクセントがズンダズンズダンズンダズンズダン、ちょっとノリが違う。これはね、あえて今日は説明というか、なんかね、動画のこれからデモ演奏の雰囲気を聞いてもらって、ジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャジャン、ゆったりしたね。これ16ビートジャンジャジャンジャ、16ビートってことになっちゃうんですけど、あんまり16ビートって考えない方が良くて、8ビートをワンブロック2回やるってこと。これはちょっと新しい朝が来たんとこ、ちょっとこうテロップ出しておきますけど、こんな感じですよ。ワンツースリー、あしししし G7、 こんな感じでワンブロックでこう8ビートが2回入るっていう感じで、緩くシャッフルでやるっていうのがキーポイントになります。そして今日はね、一個ね、 G というコード、かっこいいバージョンでかっこいい、ちょっとデモですけど入れてみようと思います。こんな感じ。ここにテロップ、あ、どっちかなどっかにテロップっていうか、ね、表を出しておきますけど、 G っていうのはね、こことこことここを押さえます。こんな風、三角形で、G から G7 っていうコードにするとよりかっこいいんですよね。で、シンプル簡単バージョンの G を抑えられる方は G7 から、あ、G から G7 とかやってみてください。G っていうのを抑えるんですね。ここと、ここと、ここね。こんな感じです。人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦。これがいいかなと思います。はい。もちろん、こうやって押さえてちょい行ってもいいです。はい。G から G7 ってコード。これか結構かっこいいんでね。ちょっとご注目ください。そんな感じで、ちょっとご提案のゆるゆるビートって感じで、今からやってみようと思います。はい。ガズレレ流。かっこいいバージョンっていうのがゆるゆるバージョン。やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。あたらしい朝が来た。体操の歌ゆるゆるガズレレバージョンやってます。これでもいろいろできるね。さっきやってみたんだけど、スカバージョンとかかっこいいです。元気がいいです。新しい朝が来た、この元気いっぱいだもんね。これあと16ビートとか、ね、新しい朝が来た、もうそれ、これはこういうシンプルな曲はもう自分の弾きたいリズムで弾けるんでね、いいリズムの練習になるかもしれない。コード3つだし、何せ、G を入れたら4つですけど、いろんな弾き方で、オリジナルのラジオ体操の歌、テンション上がるやつやってみてください。そして、ね、弾いた後ラジオ体操もしてくださいね。そんなわけで、こんな時だからこそ僕たちには音楽がある。どんどん楽しんで、まだこれを知らない人には皆さん教えてあげてください。ガズレレっていうのを見てるだけ弾けるようになるよと。そしてやっぱりね、やっぱ笑顔がね、なくなるのはやっぱ良くないから、音楽やって、そういう感じで免疫力上げてね、行きましょう。よろしくお願いします。さあ、ガズレレ最新情報でございます。このガズがいつも使用してい ているガズのわがままウクレレ、これベトナムのオールタンバン、オールハンドメイド、すごく高品質なウクレレ、今、事前予約注文を受け付けているんですけれど、この他にソプラノサイズもいろいろ種類があるんですけど、ものによってはちょっと今ね、もう、売り切れになっているものもございます。ソプラノ関係は結構今、早く売り切れちゃってですね。今ね、ガズレレ YouTube チャンネル、すごくご覧になってくださってる方、すごく増えてまして、本当ね、いいものですんで、安心してご
ご購入いただければと思うんですけど、まあ他のウクレレでもね、とにかくやっぱ楽器を持って歌、これぜひ進めたい、と思ってますので、とにかく手に取ってください。まあこのガズレレ、わがままウクレレに関することはここで今ちょっとチェックしてるので、またね事前予約注文できますから、よろしくお願いします。あとはいつも言ってるように、このガズレレリュックサック、これリュックサックケース、ウクレレケースなんですよ。これすごくよくできてるます、私がデザインしました。はい、これ横にもこうやって持てて、でウクレレ入ってるように見えないっていうのがいいんですけど、これはね販売中です。これも、このことはガズレレホームページ、ガズレレホームページをいろいろ見てもらいたいんですけど、ホームページにこのアプリ、ガズレレ発のアプリ、ガズレシピっていうのもこれもあります。これ無料バージョンと有料バージョンがあって、無料の方はもうどんどんダウンロードしていただいて、どんな使い心地かチェックしていただきたいんで、ぜひ皆さんガズレシピをお願いします。あとは今被ってるキャップだとか、このウクレレストラップだとか、ここに挟まってるこれ水引き、ガズの両親が作ってる手作り水引きだとか、いろんなグッズもあるんですよ。グッズとかアプリとか、このリュックのこととかはガズレレ .com ホームページでご案内があります。ホームページのリンクここに貼っておきますんで、ここでブログとか書いてますからね、このブログもね毎日書いてますから、ね、ぜひ読んでください。楽しいですよ、よろしくお願いします。あとはこの2つのリットミュージック社から発行されている本がね、教則本、これ YouTube 完全連動になってるやつで、黄色は100曲、緑は50曲というもうとんでもない曲数が入ってるんですけど、みんなが歌い曲をまとまってます。これが大ヒット中で、もう累計2冊で5万部ぐらいに達するということで、もうすごいことになってるんですけど、この本のテーマは簡単楽しい楽、これにつきます。皆さんご活用ください。これ第3弾今作ってますんで、夏前に出版されます。はい、こんな時にこそ思いっきり歌おうということでやってますけれどもね、歌うと楽しい、免疫力が上がる、みんなも楽しくなる、いきましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう。